異彩の一振りに球界が湧いた現地時間8月23日に本拠地でのレーズ戦に1番 DH で先発出場した大谷翔平、ドジャースが史上6人目の40本塁打、40投塁達成をさよなら満塁弾で決めるという離れ技をやってのけたからである。動画、大谷翔平が大台の40号に到達。40から40、達成をさよなら弾で決めたシーン。 まさに漫画やアニメの主人公がやってのけるような劇的な達成だった。3対3で迎えた9回西満塁という局面で打席に立った大谷は、レーズ左腕のコリンポシェが投じた初球、真ん中低めに食い込んだ84.3マイル、約136キロ、スライダーを強振。速度105.1マイル、約169年1月キロで打ち出された打球は、瞬く間に飛距離を伸ばし、宇中間スタンドに着弾した。 メジャーリーグでも過去5人しか達成者がいない40本塁打 &40 盗塁をやってのけた大谷。シーズン126試合での達成は、2006年のアルフォンソ・ソリアーノ、147試合目を大幅に超える史上最速記録となった。残り33試合となった現時点で50類だ、50本塁打、50盗塁、ペースとしている大谷だが、果たしてあまたの名手でもなしえなかった前人未到の金字塔を打ち立てられるのかどうか。 期待値は米球界内でも確実に高まっている。MLB 公式サイトで、大谷は MLB 史上初の50から50をやってのけ、再び歴史的なシーズンを作るか。というリポートをしたテオ・デローサ記者は、ご存知の通り、それを達成するのは言うほど簡単じゃない。だが、可能性は十分にあると断言している。単純計算ながら大谷の33試合での本塁打ペースは10.4本だ。 盗塁ペースも一試合に1個を数え、現時点では記録到達は射程圏内ではある。だが、レギュラーシーズンが佳境を迎え、ポストシーズン争いも過熱する中では、相手に勝負を避けられるケースも増えてくる。故に、言うほど簡単じゃない、のである。